第2問はサバイバルバトルです。というわけでサバイバルバトルやっていきたいと思いますが、依頼かなんで知ってたんだろう。依頼は、とりあえずここしてきたんですよ。ただまああんまり、まあ、HP メモリーもらったのと、あラッツも2つ入れたのかな。HP メモリーが増えたぐらいと、ヨーヨーもらったんだけど結局フォルダいじくれないから変わんないんだよね。うそ、てめえ、マジで苦手。ああ、だて今までこういうやつ やたらといたと思うんだけど、なんでか知らねえけどこれマジ苦手。はい、ああ、ウィンドボックスから倒したいところではありますけど、ただダッシュアタックがあるのにな。したな、よし、ダッシュアタック強かったな。すげえ、コードめっちゃ揃ってる。おめでとうございます。あなた見事最終戦を突破されました。やったね。お、みんなガッツマン、さすが。私も本年に出場いたします。どうぞよろしくお願いいたします。私最後のサバイバルが負けちゃったんだ。ああ、どんまい、力の限り頑張ります。決戦を前にしたライバル同士の会話とは思えんな。ブルース優勝の座をかけて戦う相手となり合ってた緊張がないやつ。貴様らの感情にない。この一つきないが、俺とブルースは特権を重ね技に磨きをかけてきた。もや俺たちに資格はない。当然の結果だ。ああ、そっか、ブルースがいたのか。2番目に強かったよって言われたやつ。本気で優勝目指すならこのその合わせをすることだ。お前の合わせはいつか引きの人になるぞ。感情レデガス、あ、デカオ様、チサオ様からメレデガス。明日に遊園地、あ、そっか、遊園地行くつだね。明日のオペラ鑑賞の準備がございますので今日はこの辺で。すげえな、バブルウォッシュがうちに届くの。すごいの買ってんな。バブルウォッシュって要は食洗機みたいなもんなんじゃないかな。でもさ、これ一旦さ、あれだよね、断らせたよね、ネット君ね。荷物届くからごめんねって言われてたのにさ、まあ、また誘ってもらっただけよかったでしょ。あ、寝ていいんだ。はい、そう、ゼニーもね、増えてるわ。依頼でゼニーもらえたわけじゃないからね、なんか買えるわけではないんだよね。町内会の寄り合いでは1人いないからね。はい、そういえば今更だけどね、ネット君ちあれだね。大丈夫だ。1週間ぶりの休みで、そんなに経ったの、あの休みで。あ、違うか、学校終わったのが昨日か。1週間ぶりってことは週休というかあれじゃないのか、2日制じゃないのか、学校があるのか。土曜日メールが届いたよ。メールじゃんかな。あ、パパからだ。今日から3日間外国に出張に行くことになった。パパはよく外国にいるな。はい、土曜日1週間ぶりの休みだぜって言って、土曜日ってことは日曜日学校なのか。それとも日曜日に何かあった。よかよか村に行ったのが学校行事だったとしたら日曜日の可能性あるけど、そしたら振り替え休日とかがありそうな気もするけど。そう、今更思ったけどね、特にちょっと土足だよね。でもそんな感じの作りになってんのかな。土足の家を見たことがないからわからん。こんにちは。あ、マリコ先生、おっす、メル、いらっしゃい、ヒカ君。メルちゃんがバブルウォッシュ見せてもらえに来たのよ。
あの商品先生も買おうかどうか迷ってるものをメルちゃんがポンと買えるっていうのはメルちゃんちの親御さんが買ったっていう感じかな。やっぱ食洗機やんけ。でもね、まだ商品が届かないのよ。ちょっと遅れてるみたい。ごめんくださいませ。あ、やマリコ先生、あ、そういえばそうだよね、マリコ先生好きなんだよね、確かに。もちろん昨日譲ったチップの代金分アルバイトしていただいたので、ダメです、働いてます。なんか結構後払い OK なんだな。うわ、別に働いてもらえないとかでも構わないですよ。ひでえ、決まってます。寝てくるの寝てます。仕事かな。トップ、トップ持ってないよな多分な。どこにいるんだトップ。どっかでいたぞ。戻ってきました。メルちゃんに話を聞いたところ、ヨカヨカエリア1にいるっていうのを聞いたんで、ヨカヨカエリア行ってきました。で、あ、なんかね、散策も兼ねて行ってこようと思ったんですけど、圧縮プログラムないと全然行けるところがほとんどなかったんで、素直に帰ってきました。お茶入れるか、ちょっと待って。バブルウォッシュは取れてないかしら。ブラックフライデーだったのかな。商品が取れたから手伝って。はい。おお、取り付け完了。いつでも使えるぜ。けど、インターネットと繋がってるって割にはプラグインできない。どう考えても違う。あー、そうか、そうか、そうか。水が入らないようにしてあるけど、インターネットに繋がない。繋がってないんじゃないか。いやいやいや、美味しい紅茶出ました。ごちそうさまでます。二人ともとても楽しそうでます。きっとレアチップゲットした時のような気持ちなのでましょうな。初期キャラキラでそんなに楽しいものなのかな。そう、新しいものはね、いいんだよ、若くするんだよ。おお、バブロッシュを作動させたら突然泡が吹き出して閉じ込められちゃった。そんなことが、どういうこと。アジナ国に行った時に身につけたアジナ剣法でそのコップをみじんするでます。はぁ、メルちゃんメールよ。本日はワールド3製のバブロッシュをお買い上げありがとうでぷくぷく。バブロッシュから発生した泡は時間が経つと青、黄色、赤、色と色が変わって赤くなったとドカーンと爆発する。泡、どういう泡なんだろうか。爆発するでますか。ひぐらさん、シュッて戻ってきた。マリコ先生いくつ。あ、そうだね、インターネット繋がっているから。あ、インターネットから繋がっている。こいつ自体は繋がってるわけじゃない。インターネットは繋げないでもこれ自体のプラグインできない意地悪な仕組みになっている。だからどかからメールちゃんの B コード持ってないんだよね。あ、いや、ないんだよ確か。こないだ行こうとしてね、なかったんだよね。いや、ちょっと気になっているところがある。あー、なんだろう、あっち。なんでメルちゃん、メルちゃんちこんな複雑な作りに。あ、あっち行きたかったな。いや、どうしよう。あ、謎の踊り。あー、よかったよかった、ここにいるのか。今回の作戦全部僕が考えたって知ったらみんなびっくりするべ。そしたらワイさんも褒めてくれるべ。あ、オペレーターがいないのか。お前が悪すぎる波か。なんだ服、急に出てくるじゃないですか、びっくりするじゃないですか。いや、バブルマン強いんだよな、確かな。いなかった、服。お前知ってる、服、ロックマンだ、服。お前やつけたバリさんはもっと褒めてくれる、服。くか。バトル準備はいかん。けど、ここでポータルするのはあまり良くないぜ。オフィシャルが来たら困る。おお、なるほど。僕は背中から引っかかる、服、服、死ねない。引っかかったって。今だ、服。しまった。ロックマン追いかけるぞ。けど、追いかけるって手がかりが。あっ、あいつ逃げながら、ああ、落としちゃってるってどういうことなんだろうな。あ、これであれか、P コード送られてくるのかな。メールは打てるもんね。はい。これを使って。メールの P コードとロール V2R が素晴らしい。助かる。
さなんか急まだ入るよね。ガッツマンとさ、エアシュートもういい。ストーンアームか、100なんだよな。でも1枚しか入んないんだよな。1枚しか入んないじゃなくて、あれがね、1しかないんだよな。ラットン、エイジラットン抜くか。大体メインストリートを追っていけばいいような気がするんだよな。なんだ、変な波が走り去っていたけど、なしかもこのアーム消えないっていうね。現在レッドハンドが発生してる。おしピュピュピュ、お前目の前通ってったんじゃないか今、もしかして不審者は。ああ、これあれだ、依頼受けた波だ。ああ、これあれか。電車乗ってどっか行ったやつだな。いやー、 D30、60 倒せるけど、いいか、カウンター取れそうにねえなと思って。あ、バスターでもいいからバスターにするか。あ、バブル星、これは繋がりがあるかもしれない、調べてみるか。あ、そうか、メルちゃんだけじゃないもんね。よかよかエリア行ってそうだな、これな。お、ロールロールだ。最低誰よ、ここに泡を落としていったやつ。掃除する私の身にもなってね。えらいね、ちゃんと掃除してあげて。結局帰ってきたな。よかよか。こうやってね、あれ圧縮なんだよね、確かね。あれがね、ガッツパンチ。ここなんか全部ガッツパンチ落ちてるのが。プログラムアドバンス組めるんじゃねえかっていうぐらいのガッツパンチ落ちてる。いや、あったっけと思ってさ。忘れちゃった。いやでも多分ね、ガッツパンチ結構あるんだよ。ほら。あ、B、D、E だってほしい。ほら、ガッツパンチ。ガッツパンチなんだよね、よかよかエリア。あ、待って、ジェライムは欲しいぞ。欲しいけど倒せない。早いのでいくか。スチールゼリー欲しいんだけどな。ダメか。コレクター材を早くしなきゃ。で、多分通れないんじゃない、これ圧縮ないとね。プク、もうこのとこまで来たね、プカ。けどそのやつはこの通路を通ることができないよね、プクね。身軽なプカは通れた、プクね。そうなんだ、容量足りねえのか。まあ、ロックマン容量大きすぎるだろうな。昨日の授業覚えてる？そうか、圧縮だ。僕のデータ圧縮して小さくすればこれくらいの道は取れるはず。圧縮するためのプログラムってどこに手に入ればいいんだ。毎日のようにデータ圧縮してるところがあるって先生言ってたね。あれはどこだっけ。くそ、はい、科学省だよな多分な。不思議なキャスケットファミリーの主人公の人形だ。細かなところは忠実に再現されている。日暮さん、やってくれよ。ナビカスマイザー聞いたことないでますね。簡単なプログラムの改善ができますが、ダメです。プログラミングレベルが高すぎて足には手が出せないレベルです。プログラミングのレベルが高すぎるっていうところが分かるっていうことはやっぱりちょっと分かるんだなって感じだよね。改造できる人誰か。おおっと、おじさん出た、謎のおじさん。プレスデータを改造して俺のラビを圧縮しないと。友達が危ないんだけど、波の技術は改造難しいって。お、プログラミング。ちょっとベッドの中を見せてもらうよ。このナビカスタマイザーというシステムを作った人かなりの科学者だな。このプレスデータはナビカスタマイザーに配布されればいいんだな。確かにこれは波のテクニックでは改造難しいだろうな。
この場でできるあれを持ってるのもすごいけどな。勝ち。ピーン。さあできたよ。すげえ。おじさん、立ち絵があるから何者かと思っていたが、あのおじさんのプログラミング技術すごかったよ。パパと同じぐらいか、もしかしたらパパを上回るプログラム技術の持ち主かもしれない。実際誰かは忘れた。じゃあ組み込む、なんかさ、それなりに容量を食ったような気がしたんだけどな。スピンホワイトはないっすね。ラピット外さないとダメか。じゃあちょっと行ってきます。今ちょうどねキャノン揃ったからさ、プログラムアドバンスやったらさ、ゼータキャノンだった。そんな感じで僕とバクトルとできると思ったら大間違いだ。僕バブルドア、おお、ロクマスター、すげえ。どういう原理だろう。かなりの防御力を誇るよな。ちょっと僕信頼たい。言いました、バクトルさんは。あいつロックマンじゃないですか。すげえ、あんなやつ高めですかい。もっとかっこよく登場できない。服か、緊張感がないで服。まあいい服。お前たちにこのブレイクニードルを渡せて服。ロックマンに捕まらないで遠くまで逃げる服。部屋、わかりました。こいつを持って逃げないでしょ。私ら、逃げ足に自信があります。任せてください。ロックマン、僕がデリートする服から、できるだけ疲れさせる服よ。なおい、どこに逃げる。秋原エリアにあたりでいいんじゃないか。隠れる場所の一つや二つあるだろう。それでいいじゃん、行っちゃおうよ。出発。みんな緩いな。まあ、でも上司と部下の関係性は良さそうですけどね。ブレイクニードルといってバブルドアを壊すための道具だ。僕の部下からブレイクニードル奪ってここまでまた戻ってこないといけないのか。はい、秋原エリアに2だったな。急げてます。黄色が黄色になってます。今ガッツマンのところにいるんだよな。うい、見つかっちまった。こんなにやられたきゃ出るのこりゃ。あー、氷パネル。あ、でもインビジブルはいいですね。いいね。あー、インビジブルの森だった。あ、リザルトあるんだ。おっと、変わったぞ。これはスタイルチェンジだ。ブラザー臭くね？あ、よかった、勝ったのか。アクア勝ったね。チップを連続で使うオペレーターに対して、よし。なんかさ、2の時もアクアじゃなかったっけ？アクアショット。極めていきますか。なんだこいつ、いきなり変身しまったぞ。あ、なるほどね。ここで変身するのか。サブレグリードだ。そう、そういかれて逃げるぜ、お前ら。逃げてどこに行けんだ。今度は各所エリア1ってな、全部言ってくれる。また道が違ってた。ここは一番の大きい思い切りが、ここ一番か。全然ロック確保。神に噛んだな。あ、でもガルーバーだったらまあまああれですね。あれ、凍るわけじゃないのか。まずいな。ロールちゃんが V2 か。じゃあ1体これで90になるから、90食らうから、チャージ上げたいよな。あ、なななな、おお、何かに当たったはずなのに。雑オブ雑。負けちまったじゃん。やっぱこいつやっぱりつえ。さあ今度こそブレイクニードを立ちますぞ。このままで悪い武士にやりたいじゃねえぜ。ワールド3一の逃げ足なんて見せてやる。やっぱり逃げるのか。当然だ。俺たちは逃げ足の速さを買われてワールド3に入ったんだろうか。今度はどこに逃げる。よかよかエリア1だ。よし来た、出発。なんて逃げ足が速いんだ。結構みんな悠長に待っててあげたけどな。
なんでこれ戻ってくるぷく、ことれにことのやつが電波にやられてきて結構ね、時間かかった。違うんでさ、あのことは手続きですって、私らが言うわけでは。こんなところにロックマン来たらあいつを疲れさせるという僕の作戦が台無しに。なしでぷく、早くやっつけてぷく。チキシュー、一言だと思って、結構怖いんだぞ。行くぞ、ほら。あのね、あ、惜しい。滑らないからアクアスタイルちょっとありだな。あ、マジか、そうか。あっぶねえ。ここにいるはさ、とりあえず。あ、待って、これ当たるな。間に合い、よし、間に合った。まいった、アンテナカチャ。俺たちは逃げ足は早いが、バトルはからきしなんだ。これが欲しいんだろ、ブレイクミドル。それでいいだろうな、今回見逃して。ね、ね。じゃあ、僕たちはこれで。本当に逃げ足が早いね。よし、バブルもやるか。待って、間違い通信したな。いや、結構まだ先あるな、これ。遠いな、バブルマンも逃げ足早いな。ただこれ結構先が見通す、あのロックマンが小さくなってるからさ、かもしれないけど、あのあれも小さいから行き止まりが行く前から見えてるっていうさ、いい感じだよね。こんにちは。今度こそ追い詰めたぞバブルマン。あいつらもうやられたんでふっか。本当に役に立たないやつらでふく。このバトルに勝利して僕をいじめたやつらを見返せるふく。元電話引き出さんからだよ。青の色が赤に変わっております。もうすぐ爆発するまでは急げれません。そろそろ僕が日本中に仕掛けたバブルオーロラが爆発することだ。ふけ、結構時間的猶予はくれるんだなっていう。いや、でも本当にバブルマン強いからな、なんとも言えねえんだよな。どうしようか、ガッツマン届かないんだよな。あ、でもさ、あ、でもあれなんて、あいつね、バブルに入っちゃうから、隠れんだよね。カニさん、カニさんはラットン系と同じ動きするから、あ、これだったら当たるね。で、なんだっけ、 HP 低くなるとさ、 HP の低くなるとあれだっけ、バブルの中に入るんだっけ。この泡が地味に動いてくるのが嫌だ。で、これもさ、ちゃんと泡割んないと、あ、オッケーオッケー。よし、
泡がいると多分エリア取れなかったね。うわいってるプク、命だけは助けてくれプク、あんたに勝てないのは十分に分かってるプク、これ以上一番ないプク、あがては時間稼ぎしやがれ、あげすプク、もうなめれません、爆発されません、もうちょっとプク、もうちょっとできるプクよ、今ならどんどんプク、みんなもかく爆発しちゃいプク、プクプクブルース、なぜすぐにとどめを刺さなかった、言っただろう、貴様の甘さが命になると、貴様の一種の躊躇が多くの命を危険させたんだ、確かに泡が消えたります、助かっておりません、みんな無事でますよ、早く帰ってくれます、ワールド3相手でも非常になりきれないならあったとかで多い、そうだね、さても大丈夫、戻り元気よ、一時はどんなことかと思ったけど比較のおかげで助かった、ああ事件を無事解決したところで明日店に戻れてます、まあ、日浦さんもなんだかんだ最後まで一緒にいてくれたからな、バブロッシュはやめとくわ、そうだね、返品しよう、返品できるかどうかわかんないけど、お金返ってくるかな、返ってこないだろうな、そうだね、さっきのエンタンクのことを考えたでしょ、確かにエンタンの言った通り、俺の一瞬の躊躇や油断がたくさんの人たちの命を危険させたんだ、そうだね、それらはもうエンタンに任せよう、というわけで一旦区切ります、お疲れ様です。